皆さんご存知でしょうか。もうチャット GT めちゃめちゃ面白いですよ。さっきね初めてやったんですけどすごいなと思いました。これチャット GT で登録なんですけど、こうチャット GT 入れましたらね、ここわかります、これやって、もう私登録しました、すぐできました。で、お試しくださいとここ入れまして、これまあもう登録してますから、ましてや日本語で全部やってくれてますからあれですけど、例えばね、私の YouTube ですね、YouTube と片手でね、私は拝見と キャンピングカーでアップしてますが、登録者を増やすにはどうしたらいいのでしょう。ですか、皆さんね、今質問ですね。 YouTube 愛犬とキャンピングカーでアップしてますが、登録者数を増やすには、どうしたらいいのでしょうということで、今からですねこのチャットに聞いてみます。はい、ここですね、ここはい押しました。そうするとですね、ほらすぐ書いてくれるんです。今から始まりました。以下のような方法があります。すごいでしょ。視聴者が興味を持つコンテンツを提供する。例えば愛犬とキャンピングカー、とにかくね、回答すぐくれるんです。いっぱい回答来てますけど、うわすごいな。これはもう絶対役に立ちますよね。コンスタントに投稿するしなさいとかね、タイトルや サムネイルをもっと工夫 しなさいとか、あれアプリケーション側の例が発生し、多分ね今みんながこれ多分今日日曜日ですからやってると思うんですよ。だからなかなかあの多分向こうの方がもう満杯じゃないかなっていうような感じなんですけど、とにかくすごいでしょ。次はね、愛犬を長生きさせたいっていう質問を今から聞いてみます。行きました。すんごい早いでしょ。バランスの取れた食事、運動、体重管理、どうですかこれ。すぐ答えてくれるんですよね、会話方式で。とにかくすっごいびっくりしますよ。あれまたなんかいっぱいになってきましたけど、はい、次何聞こうかな、何聞きたいと思います。寒さ対策、冬ですからこうやってみたいと思います。はい、レッツゴー。どんなことやるんでしょう。あ、出てきました。
ほらほらほら、すごいと思いません？わすげえ。びっくりしますよね、この AI。 うわ、どん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 答え出してくれます。これ何や、応答の再生、これ、あ、また同じこと答えてくれるんかな。サムズ発災、あ、なんかこれでまたあれしたんですけど、とにかくね、皆さんもやってみてください。もう楽しいですよ、何でも教えてくれます。じゃあぜひ登録の方もお願いします。